おはようございます。久米さんと合流しました。これから茶炭でオズモポケット3か、あと今撮ってるインスタ360エースプロ、2つとも暗所が強い性能なので取り比べしようと思います。できます。できます。出発しました。はい、信号で止まりました。早い。室内あのフィルム貼られてあって暗いんですけど、しっかり映ってますね。明るいですね。 HDR モードで撮ってるんで構成されて外もしっかり。はい、バス降りて茶炭に着きました。あんた顔まかあんた完成します。時間かかるからこれ。さすがにこの街中であれ被るのちょっとしんどいんですよ。なるほどね。こうあんた隠れててこうやって見る意味ない。結構思ったより遅めに着いたのでバスがめちゃめちゃ遅れたんで、街中を映して、思ったんですけど、海も映して、でそれから夜になっていくにつれて、はい、どんどん暗くなっていくんで、カメラの性能を見ながら茶炭をちょっと参考できたらと思います。お楽しみに。お楽しみに。鹿鹿ちょうど逆光が眩しかったんで、こう逆光で撮ってみてます。フレームを30フレーム以下にすると、自動で HDR モードに変わります。 OK、 30フレームです。これは今 DJI ポケットと白飛びやっぱしちゃってます。 HDR 処理が全然違うのかな。オートモードで撮るとこんな感じです。この後ビーチに行ってみます。あー、行きましょう。結構差が出ましたね。ね、意外と順光で撮ってます。はい。匿名さんの方が今手持ちなんで自撮り棒使ってないんで、狭いかもしれないですけど、これはあのカメラの性能じゃなくて自撮り棒あるかないかなんで、アクションモードとウルトラモードとデワープモードっていうのがあって、さっきまで撮ってたのがウルトラで、これがアクションモードで、結構画角は広いんですけど、まあ歪みがすごいね。ね、ちょっと建物を撮るとギニャンってなったり、アクションカメラ的なものが撮れます。デワープっていうのが今回追加されたんだけど、はいはいはい、それは歪みが比較的少ない、普通のカメラ撮ったみたいな自然な画角になるっていう、実際、ちょっと歪んでるんだけどね。あ、まあ歪みが少ないモード。はい、北谷公園です。道にチャラチャラしても、これはジンバル付きカメラは無理ですね。びっしょびしょになってる。あ、アクションカメラっぽい、こういうやり方ね。初めてびしょびしょになりました。大丈夫かな。やばい、心配。大丈夫と信じてますけど。しずる感がすごい、ね、しずる感。北谷のサンセットビーチです。工事中、工事中で入れなくなって、なんだなんだ、バーベキューしたりとか、夕日スポットなんでめちゃめちゃいいビーチなんですけど、地元の人もね結構遊びに来たりとかなんですけど、何これ入れない。可愛いシーサーたちに阻まれてます。後ろの BGM の人すごくない。なんかね、治安がモヒートとか売ってるしね。なんかね、そういう感じの街です。ちょっと向こう側に回ります。飛べるか、大変なことになってる。今度はあのイルカちゃんたちに阻まれて、目の前ビーチなのに、そう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 、生殺しになってますね。生殺し。ビーチに着きました。やっと着きました。12月だけど普通に海に来れるっていうのがちょっと面白いですよね。他の県からしたら、今日は気温も高くなったんでね、今日から1週間高いのかな、そうそうそう、今日は23、4度ぐらい最高気温が、なんか内地でいう夏ぐらいの気温じゃないの。なんか海入ってる人もいるし、深谷海を映すときはちょっと嘘くさくなるけど、この一般のままでいいな。まだ焼くんか、まだ焼き続けるんか。確かに、まあ、最後の追い込み年内もすげー綺麗に撮れてる。素晴らしい。撮ってる撮ってる。あ、こっちで撮ってなかった。失礼しました。企画だからね、企画だからね。これがオズモポケットの、はい、DJI、オズモポケット3の映像になりますね。ちょっと厳しいかなって感じ。でもこれが普通だよね、一眼とかでも撮れないもん、こんなの。そうだね、結構空映るようになったんですよ、でもこれでも、この前モデルだとかなりもう白と黒つぶれで何も見えないというか、そうそうそう、そこなんですよ。でも結構ね、この顔も明るく見えてるし、この感じだったら全然使えるかな。神々しい。天に召されるような。この時間の熟考は目がやられる ね、サングラスないと目がいやでも結構綺麗に映ってますよ。あとは風の音がすんごいことになりそうだけど、ボボボボってね。こちらが同じ
はい、条件の巡航の眩しい、何も見えない、うん、よく見えるね、若いね、OK ついでに水平時モードですね。これが低照度モードでは使えないんですよね。がっつり傾けたら傾くんだけど、まあ、普通にしてる分には、うん、全然綺麗にまっすぐ保ってくれてる。45度以上傾けるとちゃんと、ああ傾く判定になる、ね、ちゃんとなるんだね。普通に、うん、暮らしてる外国人の方たちの生活がおしゃれなんだよね。そう、上マッチョであのランニングして、うん、高い犬連れてる、あの意識高い感じの意識高いっつうかあの勝ちだよね。そうしたんですか。めちゃめちゃ人がいます。犬とサンタコスをした人たちがいっぱいいる。邪魔だな。邪魔言わない。全てが邪魔に見える。邪魔だな。え、かわいい、かわいい。さっき言ってたほら、勝ち組の犬たちがね。そんなすぐに出会えると思わなかった。うるさ、なんか乗ってる。かわいい、なんかだ、かわいい。かわいい。ありがとうございます。怖い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 。フリップを上げて撮ってます。こんな感じでフリップになってオズモポケット3が、はい、3回クリックしたら撮影中でもこういう感じに向いてくれるんで、回ってくれます。グレートも便利。いや、夕日綺麗だわ。なんか映画のワンシーンみたいな感じです。怖いね。にぎやかだね。日曜日茶会なんてあんま来ないけど、イベントいっぱい組まれてこんな感じになるんだよね。ビーチ側に戻ってきましたね。徳明さんと二人きりでデートスポットの夕日スポットに行ってきます。段になってるところなんで、結構あそこで夕日待ちしてる人なのかな、うん、夕日を見てる人たちが多いですね。ここは本当に開放感で景色がいいんですよ、うんうん、ある程度暗いし照明もあるし、インスタ映えスポットみたいなところが後ろ側にはいっぱいあるんですけど、内側は海を眺めるってことですね。そうですね。テトラポットがこの青いのもちょっと珍しいかも。そう、テトラポット青いをかけてね、なんか邪魔にならずに綺麗に見える。そうそうそう、うん、ちょっとあの先の方の津鍋の方もね、めちゃめちゃいいスポットなんですけど、うん、それまた別の時にせっかく低照度カメラがあるから、また別の機会に検証してみようかな、うん、サーファーとかいっぱいいて楽しい感じですよね。あー、それもいいかも。ではまた後で、日が沈んだ頃かな。そうですね。日も撮れたら撮ります。夕日がめちゃめちゃ綺麗です。夕日の時間好きなのがあれなんだよね。夕日を見るのもいいんだけど、夕日見てる人たちがエモいんだよね。何かみんないろんなことを考えて普段のストレスを忘れ癒されに来てるんですよね。めちゃめちゃ好き、夕日スポット素晴らしい。二人でタイムラプスとか撮ったりしてました、ね、映像比較できるかな。あとインスタ360の昨日のカンチャラカンチャラズーム、カンチャラカンチャラズーム、ちょっと下につけとこう。2倍のズームにしてくれるんだけど画質が悪くならないっていう。光学ズームで綺麗に映ってますね。ちょっと離れた被写体を大きく写すにはいいかもしれない。これはズモポケット3にはないやつですね。デジタルズームになっちゃうんで画質荒くなっちゃう。これちょっと面白いよね。ああ本当だ、面白い。なんかスマホのズームに近い使い勝手ですね。これ途中で今一時停止するんだけど、はい、同じ動画の中で一時停止した状態でつなぐことができる。クリップは1個になるってことですね、うんうん、はいはいはい。地味に便利だよね。確かに別の人から話しかけられたりとか、そういう時にカットしなくていいってことです。ありかも。撮りながらちょっと編集ができる感じの、うん、日が沈んだのでさっき通った道を逆走してます。一応まだ2つとも、うん、低照度撮影モードは使っていません。はい、通常モードで撮ってます、うん。で手持ちなんで、まあ、結構ブレやすい環境ではあるんですけど、キラキラの光が結構ブレるんですよね。あ、そうそうそう、にじみみたいな感じでね。アクションカメラで撮ると手ブレ補正が強いやつでもあんまり綺麗じゃないっていうのが問題があったんですよ。子供が突撃ね、引かれそうになりましたね。三輪車に引かれる。まあ夕日が沈んだら帰るでしょ、ね、みんな街の方に出てきた感じかな、うん。もう少ししたら結構真っ暗になるんで、そこで低照度モードを検証できます、ね、うん。あ、もうなんかもう DJI の方がだんだん綺麗になってきた。同じ画角で撮ってるんで、うん、ちょっと差が顕著に現れるんじゃないですか。 DJI も負けてないからね。まあ、同期生だもんね。こっちも暗所に強いですよって言って、線が太いんだよね。あー、そっかそっか、細いよね線が。ミラーレスっぽい薄繊細な、うん、やっぱね、センサーサイズからは強いと思ってるんで。AI 技術が勝つか、まあ、センサーのこの力でネジしてるかも。どっちか、もうちょっと暗くなってからまた撮影してみようと、うん、はい、思います。
低照度テストと関係なくめちゃめちゃ美しいです。綺麗です。でも自然な明かりの感じ出したかったらまだ HDR モードを出してた方が綺麗に見えるかもね。真ん中の光に引っ張られてるかな、もしかして。今 HDR 窓に戻して撮影してます。今までのアクションカムだったら結構絶望的な暗さだと思うんですけど、あーめちゃめちゃ綺麗。低照度モードで撮影しています。こんな感じかな。目で見た時よりも明るめに撮れてますね。普通のモードとちょっと比較してみたいと思います。はい、なんと忘れていたんですが、オズモポケット3が2つあるので同じ場所で同じような感じで撮ってます、ね。私が持ってる方が低照度モード、天馬さんが持ってるのが通常モード、4K24 フレームで撮ってます。見た感じだと通常モードで撮った方が色が濃く映っててパッと見は綺麗なんですけどね。どっちがいいんだろう。好みによって結構変わるかもしれないです。いやオズモポケットまだ低照度モードじゃないのにこんなに綺麗に撮れてる、すごい。今2つのカメラを低照度モードにして並べて撮ってます。いやーひいき目で見てもオズモポケットの圧勝ですね。この海に当たった照明、今福米さんで隠れたとこ綺麗な水色が出てるんですよ。いや綺麗だわ。これからどんどん差が開いていく気がします。ノイズだらけやばい。もう無理ですね。もう勝負にならないです。これはちょっと処理の限界を超えてるね。めちゃめちゃ綺麗だぞ。今インスタ360じゃこれ撮れないね。真っ暗ですね、肉眼で見ると、気持ちって真っ暗になったので2つとも低照度モード、インスタ360ピュアモードか、ピュアビデオ。どうでしょう、画角の違いはあるけど、ね、いや綺麗だな。オズモポケット全体が明るくなってますね、こっちの。さっき撮った海の映像もインスタ360の方は潰れてたね。ちょっと潰れてたけど、オズモポケット3の方はまだ全然綺麗に撮れてた。例えばこのまま茶壇の街中の方に街中の方に行ってきます。照明の中どんな感じに映るか低照度モードにしてます。はい、低照度モードで。はい、クリスマス前なんでね、茶壇がキラキラにぎわってきてますね。ネオンの感じがどんぐらい撮れるかによる。どうでしょうかね。明るく映るものが違うね。こっちはもう建物も平均を取って明るくしようとしている感じ。あ、こっち来るんじゃね、これ車。もう邪魔。邪魔。明らかにこっちが邪魔なんだけど。じゃあオズモポケット3が強いんじゃない。処理するからもう黒くなりすぎたらもう無理なんだね。顔の色の違いは出てから。肌の色が変わってる。いや違うわ。違うね。プロの締まりも違うみたいな。これアクティブトラックを試しています。テーマさんの顔を追い続けてる自動でめっちゃくるくる回っても顔を見失ってもちゃんと再開して追尾をしてくれます。めちゃくちゃすごい。これはジンバルならではのワークだと思いますね。こうやってダイナミックなアングルでもぐるっと追いかけ続けてくれるんで、ずっと捉え続けてます。かなり低照度での検証を続けます。引き続きやっていきます。街中がねクリスマスだね。クリスマスとカップルと家族で溢れてて私たちは一体何してるんだと。こんな撮影テストって言ってカメラ2台並べて歩いて結構まあジロジロすごいクリスマスっぽいそんな感じです、だいぶクリスマスムードですね。街はあと2週間ぐらいですもんね、もうクリスマスまで。それはこんな感じになるわ、いろんなプレゼントを買いに来てんのかな多分ね。ただ街並み楽しみに来てる人も多いからね。ある程度の明かりがあったら処理してくれて綺麗に見せてくれるけど、あんまり明かりがないとね、暗くなりすぎるともう完全に諦める感じ。もうダメだって言って、照明ほぼないですもんね今。顔が真っ暗に潰れるようなシーンですね。ここは夜はちょっとね難しいかな。でもこれだけ映ったらねアクションカムだから、合格点だと合格。なんか曇ったり雨降った時に使えるからさ、夜ばっかりね使うわけでもない、ね、そうそうそう、日中で撮る人が多いでしょうしね、こういうのって。画角の違いが出せるっていうのは結構このエースプロの方が強いし、防水であることも強いし。なんか嫉妬してたりしてたけど、恋人にオズモポケット3もらったので両方とも私のものなんで強すぎるこの冬の一番熱いカメラを両方持ってるから。綺麗。ああ綺麗綺麗だなって思ったんで映してるんですけど、目で見てる感動が伝わらないですね。
変に明るくなりすぎてたんで、手動で ISO を1600ぐらいにしてもそれほども明るさを上げすぎないようにして照明の感じとか伝わればいいかなって思うんですけど、でもこの目で見たキラキラ感が全く映らないね。光源が、いや、これオズモポケットはめっちゃ綺麗だぞ結構きらびやかな感じです、うん、出てる出てる、なんか感動する感じ。拙者とかで撮るとボケ感とか出てだいぶ変わると思います。そうだね、水の、はい、この光の反射感じ、はいはい、こんな感じですかね。あ、綺麗だね。ここら辺とかをアップで撮ると結構違うんじゃないかな。あ、これこれですよ、まさにやりたかったこと。ボケないんだよな、こっちは。玉ボケが綺麗に出るんですよ。全然違うよ、ボケない、ほら、とか手元映んないでしょ。先にイッサ360の方が電池切れてしまったので、ついでにオズモポケット3の低照度と普通の撮影のモードで 4K24 フレームですね、違いを撮っていこうと思います。この画面で見てる感じでもちょっと低照度の方が照明綺麗に映ってるかなって気がしています。あー、てか綺麗だな、綺麗だな。そうね、もう圧倒的だな。もうアクションカムとは土俵が違うんでね、うん、この色が違うのはディスプレイのあれだ、明るさもあるし、あの低照度にしてるんだ、はいはいはい、あ、ちょっとオレンジ味が出るね、うん、パキッと色が出る感じっていうのもあるし、うん、あ、うん、白飛び黒つぶれが減った気がする、うん、HDR の処理が働いて、はい、検証してきました。検証してきました。どうだったでしょうか。夕日も見えるし、夜景も見えるし、あのイルミネーションも基礎的にピカピカしてるんで、年中クリスマスみたいな街ですね。ここでちょっと検証してみようかなと思って持ってきたんですけど、早い時間はインスタ360最高じゃねえかって思ってたけど、夕日が沈み出してからちょっと、うん、おやアクションカムとかそういうのと比べたらもうめちゃめちゃちゃんと映るんだけど、でもなんかノイズだらけだったり、そうそうそう、隣にオズモポケットがなったら映るじゃんってちょっと感動するレベルだと思うんだけど比べられるとね、うん、ちょっと難しいとこがあったなって思いますね。まだちっちゃいあのモニターですね、うん、で確認してるんでまだわかんないですけど、大きい画面で見たらね、またさらにまだちょっと変わるかもしれない。いいところと悪いところというか、なんかよりいいところとよりいいところの違いが分かるというか、確かにうちもその平均点より上は行ってるはずなんで、他のアクションカムから乗り換えるっていう意味では全然おすすめできるかなと。なんか余裕があれば2台持ちも持続じゃん20万すんだよ、20万ぐらいかかっちゃうけど20万、しかもアクセサリー買い始めたら大変なことになっちゃう、ね、そうね、うん、旅くもは3人ともDJI オズモポケット3を持ってるっていうね贅沢な付き合い方をしてますけど、僕らはあのこれを使って撮影をしてます。これからね、頑張っていかないといけないのでから使ってね、ガンガン旅行行こうと思いますね。登録といいねもよろしくお願いしますこんなの行ったことない ね天馬と徳明でした。はい、バイバーイ、お疲れ様でした。先ほどの動画から10日が経ちました。10日が経ちまして、動画ファイル編集していろいろ見てました。でかい画面で見ると結構違ってて、インスタ360の方が暗証でノイズが目立ったりとかしてたんですけど、その日中の撮影は HDR って聞いて、なんか SNS 映えするような映像になってたかなと思って、やっぱり適材適所のとこはあるのかなと思いましたね。ちっちゃい画面で見てると、うん、インスタ360もなかなか綺麗じゃんってなったけど、うん、画面を大きく見ると、うん、なんか逆光で眩しいなって思ってるところもしっかり映ってて、なんかこの自然な美しい、うん、この Vlog 的な映像はやっぱり圧倒的に DJI ポケット、うん、あ、そうですね、3の方が圧倒的な総合力が上だね、うん、一点集中型とバランス型みたいな感じで、使い分けが一番ベストではあるんだけど、値段が高いんで用途に合わせてどっちか先に選ぶ方がいいのかなって思います。本当にアクションカムで、あっちは、うん、もう全振りしてる、うん、本当に海とかスポーツとか、そうそうそう、アクティビティをよくやる人とか、うん、街歩きにしても周りの景色をいっぱい写してそこにいる自分を撮りたい人っていうのが一番理想なのかな。首が弱いんで、旅に雑に持っていけるのはインスタ360になるかもしれない。確かに確かに、ジンバルって構造上やっぱちょっと怖いんで、ね、うん、来たりとか水につけたりとかもちろんできないしレンズが傷つかないようにカバーとかつけて収納しないといけないんで、何回も撮って撮ってってやるにはあんまり向かないかもしれない。もうじっくり腰を据えて撮りに行くみたいな。最初はどっち使ったらいいか迷うと思うんですけど、今回の映像ちょっと参考になれば幸いです。インスタ360がね、うん、めちゃめちゃ好きなんだけど、比較映像見ちゃったらね分かってはいたけど、こんなに如実に差が出るんだなっていうのはありましたんで、音声ね、
音声は、うん、結構変わってた。360は結構こもって、防水とかもあるからかな、なんかあるし、あの風の音をあんまり入らないようにしてたから、ノイズカットが一緒に音声の質を変えてしまった感じはするかなと思いますね。 DJI Ozone Pocket 3自体は口元に近いっていうのもあるし、拾いやすいところはあるのかなと思いました。全く同じ条件で比較っていうのはちょっと難しかったんですけど、どちらかというと DJI の方が街中で普段撮影するようなのかなっては私の中で思いました。国際通りの真ん中のスターバックスなんですけどそうなんですよ、めっちゃ賑やかに、これぐらい明かりがあったらね、もうめちゃめちゃ昼間みたいで、ね、なんか興味深い結果になりました。楽しかったです、はい、楽しかったです。楽しめてもらったでしょうか楽しかったですじゃないよ、ね、もう散々喋っただけの動画になっちゃう今なんか購入の参考になれば嬉しいですね。なかなか検証することってないと思うんで、こういうカメラの近くで自分たちも結構楽しんで撮影できたと思います。真面目に検証というか遊びながら ね、もうそうじゃなくて自分たち撮りながらなんで、実際プロみたいな映像の作成ではなくて、素人が使ったらこんな感じになるよっていう映像になったんで、よりリアルな感じなのかなと思いますね。これから動画に最後の仕上げをしてお届けできてると思います、きっとこれ、はい、この動画が見えてるということはそういうことでしょうか。1回目になるんですけど、はい、参考になったらいいねと高評価お願いします。登録もよろしくお願いします。慣れてない慣れてない、せーのどういうことどういうことちょっとバイバイ、じゃあバイバイ、お疲れ様です。